はい、453回、始めたいと思います。今日は11月の12日です。今回朝日新聞、ちょっと変態チックな話です。東京拘置所元刑務官有罪判決、収容者に、わいせつ、立場利用し悪質ということでタイトルついてます。東京拘置所内の居室で、男性収容者にわいせつ行為をしたとして、難しいですね、特別公務員暴行陵辱陵虐の罪に問われた元刑務官の福本大樹被告26歳の判決、公判が9日東京地裁であったと。判決は被害者が、指示に逆らいがたい刑務官の立場を利用しており悪質として懲役1年6ヶ月、執行猶予4年を言い渡したと。被害者の代理人弁護士は、被害申告後の拘置所側の対応が不適切だったとして指摘しているということで、まあまあ判決によると、まあ、どういう事件かというとね、福本被告、この刑務官の男、26歳は、2021年12月28日夜、年末の夜ですよ、12月28日の夜に強盗致傷容疑、強盗致傷罪などで起訴されて拘留中の男性被告32歳の、居室を訪れ、食器口から、薬を渡したあと、ズボンや下着を脱ぐように指示し、男性ですよ、32歳の拘留中の男性被告32歳に対して、薬を渡すときにね、食器口からズボンや下着を脱ぐように指示し、食器口から手を差し入れて男性の陰部を触った。いやー、26歳男が32歳男の陰部を触った。ちょっと強調してみました。判決は福本被告自身が、福本被告ね、26歳が自身の性的欲望を満たすために日頃から従順な、態度だった男性に狙いを定めたと指摘。被害者は強い屈辱感、恐怖感を受けたと述べた。一方、被告が懲戒処分を受けその後退職したことなどから、執行猶予が相当と判断したということで、懲役1年6ヶ月です。懲役1年6ヶ月ですね。執行猶予、4年の判決を下したということで、いやいや、これね、本当に拘置所内で、拘置所内にも刑務官、まあもちろんいるんですけども、この刑務官がなんと男性26歳が自身の性的欲求を満たすために、男性32歳の陰部をね、触るという、なんていうか、びっくらぽん。私からするとびっくり、まあトランスジェンダーの男の人なんでしょう、これ。ゲイってやつですか、俗に言う。もう年末も迫った、12月24日の28日の夜ですよ。食器口から手を差し入れて男性の陰部を触る。いやいや、ここですね。これがゾワッときますね、私はね。もうまあこれどうなんだろうな、まあこういう人いるんだろうからあれなんだろうけど、まあいわゆるノーマルの人からするとゾゾッとくるね。特に男同士だと余計ゾゾッとくるね。これ女性刑務官が女性被告に対してやったらそんなには来ないんだろうな、私は、私的には。ただ女性の人から見たらそれはそれでゾッとくるのかもわかんないし、まあね、いずれにせよ刑務官っていう立場、あと拘留中の身、っていうね、明らかに立場がね、はっきりくっきり、上下関係じゃないですけど、ある、のを利用しておりっていうね、
悪質ですよね。こういった自分の立ち位置利用した相手は抵抗できないだろうっていうことを見越した犯行、これはもう許せないですね。はい、なんなら執行猶予いらないよっていうね、即実刑でもいいんじゃないかっていうような案件ではありますね。はい、まあね、こうやって刑務官、特別公務員、こういうことでね、どん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 辞めていきますけども、まあこういう性癖、盗撮にしてもね、警察官とかね、自衛隊とか、強制わいせつとか後を絶たないね、本当にそれだけ根が深いっていうか、人間の本能に直結するような話なんでしょう。おそらくこれ理性じゃ止められないでしょう。もう本当にね、皆さん気をつけましょう私も気をつけますということでね、453回終わりにしたいと思います。皆さん本当冗談抜きで気をつけてください。あと周りの方に、啓蒙活動、もう世の中ね、こういうやつばっかりですね。もう盗撮されないか、痴漢合わないか、強制わいせつ、合わないか、あとスマホを持ってね、いつでも通報できるような体制とって、来ないことを祈りながら事件に巻き込まれないようにしましょうということで、453回終わりにしたいと思います。ありがとうございます。